のパーフェクトウーマン第37回始まりました。イエーイ。はい、この番組では私あゆみが素敵な女性、いい女になるために今の自分に足りないことなど様々なことに挑戦し経験値を貯めていく番組でございます。イエーイ。はい、改めまして4月27日のイベントありがとうございました。昼の部がアミタちゃん、夜の部はあやさちゃんを招いてあゆみちゃんがお届けしましたいいですね、みんなね、可愛らしい名前で。パーフェクトネームゆうきりさんからいただきました。ありがとうございます。先日のパーフェクトウーマンパーフェクトミーティングボリューム2、昼夜両部参加しました。帰りの電車でこのお便りを書いています。昼の部のオープニングトークから始まり、グッズの紹介などウキウキで見ていました。T シャツは外使いはちょっとあれなので夏場の部屋着に巻きに使いたいと思いますそうですかゲストのアミタとの仲のいいトークは聞いていて癒されました。神エンドで作ろうのコーナーでのアミタのペンギアには笑いましたアミタはモデルにての写真撮影も可愛らしかったです。夜の部のあやさちゃんとはさすがの2人と思わせるような息の合ったトークやコントがとても面白かったです。あゆみさんの服のセンス素晴らしかったです。あとはっちゃむ、あちゃんもね、ゴールデンウィークの初日にとても楽しいイベントありがとうございました。これからも応援しています。ありがとうございます。ゴールデンウィークの初日だったのいいよね。そう、あゆみ改め佐藤はっちゃんとしてね、夜の部の方はお送りさせていただいたんですけれども、まあ、そんなこともありましたね。本当にとっても二人とも可愛らしいゲストさんでした。とっても楽しかったですね。パーフェクトネームリホさんからいただきました。ありがとうございます。あゆみさんこんばんは。こんばんは。パーフェクトミーティングボリューム2参加させていただきましたパーフェクトミーティングボリューム2、はい、昼の部のゲストアミタはほんわかした雰囲気で可愛かったです。パーフェクトクイーンではガガシャネルあゆみさんがいい女名言でリードして、神年度ではアミタがとちってしまったので、これはあゆみが優勝するのではと思いましたが、最後のエチュードの癖が強すぎて3代目クイーンの座はアミタになりましたね。2部のゲストはあやさちゃん、アイミンコーデのあやさちゃんとても可愛かったです。お二人が考えた企画を発表するコーナーはゆり好き声優と闇抱え声優のどちらの企画も見たくなりました。そして今回は真面目にすると言っていたエチュードですが、相手のあやさちゃんが強すぎてアイミンが仕掛けていてもそれ以上のものをあやさちゃんが返してくるので展開が全く読めず見ていて面白かったです。惜しくもパーフェクトクイーンを逃してしまいましたが、次回またイベントが開催された時にはクイーンに輝きますように。お優しいですね、ありがとうございます。 PS ライブコーナーではアイミンがアイミョンの曲を弾いていて、これが今話題のアイミョンかとなりましたありがとうございます。はい、あ、そうですね、もうこの2つに要約されていますね。結構イベントの内容がね、アミタとの会は神粘土を作ったり、アミタを私が撮影したり、そしてパーフェクトクイーンには私がなれなかったりと、夜の部はですね、アイサちゃんを着替えさせたり、アイサちゃんが持ち込んだ企画のなんかアメトークみたいな感じの、やつのプレゼン企画と、あとスキップをしたりでパーフェクトクイーン決定戦では、小芝居エチュードの方でね、あやさちゃんが強かったのに負けてしまいました。やっぱパーフェクトウーマンを目指すものとして、まあなんかできることは一つぐらいあるやろということで、ギターをね、今話題のあいみょんをあいみょんさんをあいみんがというのをね、結構あやさちゃんがね、あいみんにあいみょんを弾いてもらいたいっていうリクエストもあったものでやらせていただきました。そんなわけでイベントはありがとうございました。ほんとね、またね、次回あればまだ来たことがない人も来ていただければと思います。はい、5月18日19日のメットライフドームに向けてリハが終わりました。はい、もう直前ですもんね、これ配信されている頃にはね。はい、バチバチの対バンライブ、ぜひ楽しみに。ドームならではのステージの仕掛けがあるので、はい、ぜひこれはドームじゃないと見られないと思うので、絶対に来てほしいなって思います。よろしくお願いします。指令が届いております。はい、あいみさん、イベントお疲れ様でした。お疲れ様でした。2回目のイベントもお客さんがみんな笑顔で楽しそうでしたね。そうですね、そんなイベントの中でみんなが驚いていたのは名言クイズでの正解率です。
スラスラと当てる姿はいい女のマインドが舞い降りてきたようでした。そこで今日はその続きとして番組内でもいい女名言クイズをやってみましょう。あゆみさんの冴え渡る回答を楽しみにしています。お、そう、お便りにもあった通りにね、あのいい女名言クイズ私が得意だったということで今回もやってみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。パーフェクトウーマンということで今回は、指令があったようにですね、イベントで私が奇跡の正解率を見せたいい女名言クイズをやっていこうと思います。それがあの時の偶然なのか、はたまた私の潜在的な能力なのかを今日見極めていきたいと思います。ダララララララ時自分を取り戻せるのです。マリリン・モンロー。これは時って書いてあるから、例えばなんだろう、階段登った時とかそういうニュアンスですよね。え、いつですかね自分を取り戻せるのって。私の場合はありますよ。できました。それでは私のアンサーです。じゃん、顔を洗った時自分を取り戻せるのです。どういう意味かというと、化粧してるじゃないですか、なんか顔を洗うとですよ、バーって落としてやっと自分だなっていう気がするんですよね。なんかこう偽ってないというか、では正解いきましょう。じゃん、一人になれた時自分を取り戻す。全くかすってもねえよ。あれ、じゃあやっぱまぐれだったのかな、この間の。一人になれた時自分を取り戻せるのです。え、みんなそうじゃないですか。でも〇〇は言われる前に言うわ、決めるのは私よ。ブリジット・バルド、かっこ女優。なんとなくでも明るくないですか。でもなんとなく分かれる、わわるわよ。これは悪口ではないことは確かですね。悪口は言われる前に言うわじゃちょっとおかしいもん。え、告白とかじゃないの普通に。でもそんなんだとちょっと名言っぽくないもん。はい、アンサー、さよならは言われる前に言うわ、決めるのは私よ、ブリジット・バルド。やっぱ、振られる前に振るってことですね。女のプライドが許さねえぞと。私は振られたんじゃないの、振ったのっていう、そういうニュアンス。どうでしょうか。はい、では正解は、あっはー、正解だわ。私やっぱりいい女なんだわ。これは来てますよ。これ通話にもちょっと入ってるんでしょうけどね、そういう女でいたいっていう願望も入ってるんじゃないでしょうか。はい、美しい人はより美しく、そうでない人はほにゃららら、キキキリン。日本人里見ポジションですね。イベントで言う、そう、イベントでは、ココシャネルさんとレディーガガさんと石原さとみさんの名言が出ましたのですよ、美しい人はより美しく、そうでない人はえ、これ 美に関することですか。そうでもない、まあ、全体をとして、全体としよう。じゃあこれでいきます。美しい人はより美しく、そうでない人は頑張れ。それでは正解の方はこちらです。美しい人は美しく、そうでない人はそれなりに。はあ、こりゃ不敬な。なるほどね。はい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 。無理しない。無理しない。全部真逆じゃないですかこれ。頑張れて。はあ、これはなんかありのままで生きれそうな言葉ですね。素晴らしい。幸せと自信とは、ほにゃらららことのできる最も美しいものよ。テイラー・スウィフト。幸せと自信は何々なことのできる最も美しいものよ。ちょっと文章難しいですねこれ。幸せと自信は何々なことのできる最も美しいもの。あ、分かったぞ。これはこれ簡単なやつでしょ。自信あります。じゃあいきます。幸せと自信とは、自分を輝かせることのできる最も美しいものよ。よく言われるんですよ。
自分に自信を持ちなさいって。では正解です、幸せと自信とは人が身につけることのできる最も美しいものよ。あーこっちの方向性ねこっちの方向性でしたか。はいはい、アクセサリーとかより何よりも幸せと自信をまず身につけなさいとね。幸せ、そうですよね、美味しいもの食べたとか、空が綺麗だとか、ピーピーザ食べたとか。でも太っちゃいますよね。太らない、太らないっていう自信がある。どんな自信じゃん、みんな私のホニャララを見て笑ったわ。でもそれが私の成功の鍵、ホニャララをしなかったからよ。シャネルさんですね。シャネルさんとは通じるものがありますからいきます。みんな私の洋服のタグを見て笑ったわ。でもそれが私の成功の鍵、当たり前をしなかったからよ。意味わからんでしょう。タグが出てますせと、あの裏表逆ですせと、服。そうよ、それが何。そこからインスピレーションヒントを得たココシャネルさんは今のシャネルを立ち上げるきっかけを当たり前をしなかった。そう、正解はじゃん、みんな私の着ているものを見て笑ったわ。でもそれが私の成功の鍵、みんなと同じ格好をしなかったからよ。え、これ近くないですか。いや本当にめっちゃ近い。やっぱりココシャネルさんとは通じるところがあるな。ホニャララは女のアクセサリーよ。ミルフシ君、ルパン三世よりさっきね、打ち合わせでね、カリオストロの城の話題になってね私さっきちょっとルパンについて詳しくなったんですよ。教えてもらったんです。私カリオストロの城が、あのクローン人間がめっちゃ出てくるやつだと思って、あのちっちゃいおじいちゃんのクローン人間がめっちゃうようよ出てくるやつあるじゃないですか。あれだと思ってたんです。であれにあの可愛らしい、人がさらわれるみたいな内容だと思ってた。どうやら違うらしいっていうことをさっき教わって、そうで心が盗まれるらしいっていうのを先ほど勉強しましたので、ルパンについては任せてください。ミネフジコ、こんなの簡単でしょ。涙は女のアクセサリーよ。はい、涙は女の武器言いますから。アクセサリー、え、あれ違うのかな。違いますか。ロマンチャンス、色気は女のアクセサリーよ。違います。胸は女のアクセサリー。違います。あれ、盗みは女のアクセサリーよ。違います。近い近い、不倫は女のアクセサリーまあでも近いです、もっとなんか大枠です。これだ、これしかねえな。恋愛は女のアクセサリー。なんで浮気の方が近いです。じゃあ浮気の方が近いです。じゃあ夜遊びは女のアクセサリーよ。なるほど、はい、正解はじゃん、裏切りは女のアクセサリーよ。かー、憎いねこんなこと言えねえよ。やっぱいい女ちげんだな。全然じゃん。じゃあやっぱでもそれにしてもやっぱココシャネルさんとは気が合いますね、うん、同じ洋服のねプロデューサーとして通じるところがあるのかもしれないですね。はい、そんなわけで、今回このような結果になりました。皆さんいかがだったでしょうか。パーフェクトウィーマン、それなりに、それなりに、もっと望んでしまいます。私は
欲深きものなのでしょうか。時計の針が進むように私たちの人生もちゃんと進んでいくんだよ。え？違くない？時計と私の人生違くない？別物だよ。例えようがないよ。 Another story。 さあ、ということで今日はいい女名言クイズに挑戦してきましたが、正解率は何問あったんですか。これ 1,2,3,4,5,6 6問中2問正解ということで、なかなかでもまあね、なんだろう、よくやった方じゃないかなと思いますこういうのはね正解できてよかったですね、1問でも、うん、はい。じゃあ今日のポイントを聞いてみましょう。はい、ビューン2問正解というのに不満顔でしたが、ほぼノーヒントで当ててるのは結構すごいですよ。自信持ちましょう。自信ね。迷った時などに自分のヒントになる時もありますので、よければ名言を調べてみましょう。今日はプラス70ポイントです。イエーイ、やったー。結構もらいましたね。やっぱノーヒントでできるのはすごいらしいですから、はい、自信を持っていきたいと思います。自信を持って、輝かせていきたいと思います。キャッあ、それなりにね5月18日19日にポッピーパーティーサイレントサイレンの対バンライブがありますので、ぜひ皆さんご予定の合う方がいらっしゃいましたら、ライブビューイングもありますので見に来てください。よろしくお願いします。はい、あ、ミリオンライブのね、あのプリンセス公演も同じ日ですので、どちらも応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでこれからもいい女を目指して頑張ります。あゆみのパーフェクトウーマン、今日はここまで。また